賛美がひどかった時にですね、主の言葉が来たんですね。それは何かっていうとね、賛美体を建てます。って来たんですね。そしてですね、二つ言われたんですね。白馬で賛美体を建てます。それとともにですね、市内山に登りなさい。そこで礼拝しなさいと。とその時賛美体を建てる。っていうことを言われたんですね。 それでまあ白馬はねそれ以降賛美大会なんかあって一気に白馬が賛美のポイントになってですねそれでどんどんいろんなグループが伸びてきましたそれでですね竹内さん行ったんですで100人以上で行きましたねラクダ乗ったりなんかしながらねキーボード誰か持ったり角笛を持ったりですねギターを持ったりしてラクダから落っこってしてもいましたねそれでね もうしな内さんで礼拝しなさいっていこれ確かに島匠が語られたってことを我々は確信しましたのでねちょっと登っていったんですね具体的にですねそして竹内さんの上に立ってそしてね礼拝したんですねそしとねすごい礼の外見方だったあのみんな泣き出しました私もねあんな体験初めてですよねそしてね 私たちは主を崇めたんですね。そしたらね、その直後から大きなことが起こり始めたんですね。シナリさんが降りて行って、エイラートというところにその夜は泊まったんですね。でそこで正解を行ったんです。正解の賛美をしたんです。特別賛美じゃないですよ。みんなで賛美してたんです。そしたらね、ヨーロッパ人のクリスチャンが数人通ったんです。彼ら負け出したんです。泣き出したんですよね。 で何回も政界やる中でその時に不思議なことが起こりましたそれはですね政界やってるのを見てる人たちがね泣き出すんですねそしたらですね顕著だったのはですねお昼ご飯に寄ったところでユダヤ人のグループと一緒になったんですねそれで一緒にね歌を歌ったんですそしたらそのユダヤ人のグループが泣き出しちゃったんですあの特別な例の力がね動き始めた ということを感じてますしそれ以降ね働きがね大きく開かれてきてます具体的にねでこの賛美の中に特別な主の手があるっていうことをね私は感じますしねまた主の特別な御心っていうのは肝心ですねでさらにね強い神様の注ぎがけがあるというふうにね私は期待してますし信じてますのでねでそれらを通しての主の技っていうのね 見ていきたいとこういうふうに思います